千春は、唯一呪怨を見てくれた方も分かると思うんですけど、呪怨1から出ています。千春の役、千春の性格自体は明るくて今時の女の子で、でもやっぱり私も怖がりなんですけど、やっぱりそういうお化けとか呪いとかにはとても臆病な怖がりな女の子です。こう恐怖に怯えるっていう役なので、やっぱずっと叫びっぱなしなんですよ。だからこう喉が結構やられますね。最後千春がかや子に抱きつかれて飛んでいくんですけど、それがやっぱこう飛ぶ感じがなかなか難しくて大変でした。パート1を見て、自分も出てたのにも関わらず私泣いたんですね。だからすっごい怖がりな私なんですけど、面白いからなんか最後まで見ちゃう。だから2も怖がりな人でもなんか話っていうかストーリーがすごく面白いので、ついつい最後まで見てしまうような魅力的な作品だと思います。